販の作業に疲弊して辞めてしまったという人たちもたくさん見てきました。毎日仕事しなくても旅行中でも私のようにこうやって海外にいてもビジネスを回すことができます。こんにちは、ベンヌです。今日はスマホ1台で在宅でできるメルカリを使った3種類の副業をご紹介します。メルカリの稼ぎ方っていらないものを売るだけでしょと思った方は時代遅れ。今やメルカリは様々なサービスを展開していて、スマホだけでできる副業もいくつかあるんです。在宅でスマホだけで仕事ができたらいいなと考えている方はぜひ最後まで見て参考にしてください。私の YouTube では初心者向けの在宅ワークに関する動画を中心に配信しておりますので、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さて、1つ目のメルカリ副業はアフィリエイトです。アフィリエイトというのは広告案件のことで、簡単に言うと自分が紹介した商品が購入されると報酬が手に入るという仕組みです。メルカリでアフィリエイトをスタートして稼ぐには、まずはメルカリアンバサダーに登録する必要があります。これは誰でも無料で登録が可能なんですが、実はモッピーやハピタスなどのポイントサイトを経由すると数十円なんですが還元がありますので、登録している方はそちらから始めるといいですね。メルカリアンバサダーの仕組みは簡単で、メルカリで販売されている商品の URL を SNS などでシェアして、誰かがそれを購入するとその購入金額に応じてメルカリのポイントが付与されるという仕組みになっています。ここで注意しなければいけないのは、付与されるのはメルカリ残高ではなくメルカリポイントであること。現金化できる収入ではないので、メルカリの購入に使わなければいけないということと、有効期限もあるので注意が必要です。また自分の商品でも他人の商品でもアフィリエイトリンクを通して紹介することが可能なんですが、自分の商品を自分自身で購入してポイントを稼ぐということは禁止されていますので注意してくださいね。通常報酬は購入価格の 2% で、1つの商品につき上限が1000ポイントとなっています。1万円の商品を誰かが購入すれば200円の報酬が入るという仕組みですね。誰の商品でも紹介できるので、ブログや SNS などで紹介できる環境がある方はやってみるとお得にメルカリが利用できるようになります。次にメルカリビットコインです。ビットコインとは世界で初めてのブロックチェーンを基盤とした仮想通貨のことです。仮想通貨は実際に目に見える現金ではない上に、価格変動の大きなリスク資産ということもあり、難しそう、損しそう、怖いというイメージが世間的には多くあります。でもメルカリでもっと身近に暗号資産投資ができるようになったのがこのメルカリビットコインなんですね。メルカリの売上金を簡単にビットコインに変えることができるので気軽にスタートができます。実際にスタートされている方の8割はこれまでに暗号資産を持ったことがない方なんですよね。さらに1円から購入できるというのも魅力的です。ただビットコインの価格の変動によって資産を増やすという基本のビジネスモデルはそのままなので、ビットコインを購入したからといって必ず稼げるというものではありません。儲けるには安く買って高く売る方法しかないんですが、大きく利益を出したいならメルカリビットコインだけではできることも限られてしまいます。メルカリでは販売所でコインを買うか売るかしかできませんが、他の仮想通貨取引所ではユーザー同士がこの売買の取引っていうのができるんですね。利益も上がりやすくなるので、メルカリビットコインで試してみるという感覚でスタートするのもいいかもしれませんね。メルカリで収益を上げる一番の方法はやっぱりメルカリで物を販売するということになるんですが、メルカリの販売にはいくつか種類があります。皆さんもよくご存知の不用品販売はもちろんのこと、自分で仕入れをして販売する物販、さらにはその作業を全て人に任せてしまう自動化物販があります。どの方法にしてもアフィリエイトや暗号通貨よりは確実性も再現性も高いです。物販はネット在宅副業の中でも、もう主流な方法の一つとなり認知度も高まってきましたが、物販の中にもさまざまなノウハウがあります。その中でも今から始めるなら絶対におすすめするのが自動化できる物販です。私は物販を始めて7年になりますが、物販で利益が出て生活が変わったという人たちだけではなく、物販の作業に疲弊して辞めてしまったという人たちもたくさん出てきました。物販は確かに利益が出やすく再現性の高いものになりますが、それは作業量が利益に比例するビジネスだからなんです。逆に言えば作業を続けなければ利益は出ないんですね。
利益が出るのが当たり前になると、人はもっと時間に自由が欲しくなります。そんな時に何の物販をしているかで、自動化して作業から解放されることが可能かどうかが変わってくるんです。最初にこれを知らないまま始めてしまって、作業が大変になってから自動化できないとなると、作業をその先も続けるのかやめるのかとしか選択肢がありません。ではどんな物販が自動化できるのでしょうか。まず自動化とは何かから簡単に説明しましょう。自動化は外注化とも言われますが、外注化はシンプルに作業を人に任せるという部分を指します。自動化は完全に仕組み化して自分のビジネスを人の作業によって回していくという方法です。物販の作業を一連にすると、仕入れ、出品、顧客対応、梱包、発送、この5つです。ネット物販であれば2から5は基本的に外注化が可能です。1番の仕入れについては、例えば中国輸入とか電脳セドリなどリサーチが必要なものになると、必ず自分でその部分は取り組まなければいけませんので、その仕入れには自分がリサーチできる量までという限界ができてしまいます。ですがリサーチが不要でネットですぐに仕入れ注文ができてしまう仕入れであれば、ほぼ完全な外注化が可能になります。自動化をしてしまえば、毎日仕事しなくても、旅行中でも、私のようにこうやって海外にいてもビジネスを回すことができます。今、副業が当たり前になっている時代だからこそ、目先の利益だけではなく、長期的に続けた時にどんな風に働きたいかというところを考えて選ぶことをお勧めします。私の公式 LINE では、初心者向けの物販や在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。自動化しやすいノウハウを知りたい方は、こちらの LINE に初心者向けノウハウと合言葉を送ってくださいね。限定動画のものを含めノウハウ動画をお渡しします。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。